やっていきまーす。意外とうまくでしょ。はい、どうもこんにちは、スタミです。この前サバゲーに行ってきたので、動画を撮ってきました。まとめたので、よかったら見てください、ということで。なんか最近、外に出ることが結構増えて、まあ今後、こういった Vlog っていうのかな、ちょっと時代遅れかもしれないんだけど、まあ、どっか行って、それをなんか視聴者に見せれないっていうのは残念だと思うんで、せっかくカメラを買ったしね、やっていこうと思ってます。で、今回行ったのは、ヘッドショットっていうサバゲーフィールドに行ってきました。俺がサバゲーにハマるきっかけになったフィールドで、一回ね、その e スポーツおじさまたちに連れられて、貸し切りで行かせてもらったんだけど、広くてね、面白いところだったので、俺が骨折ったとこです。ここ俺がその転んで左の鎖骨を折ったんだけど、そのフィールドですね。で、忍者と一緒に行ってきました。いやー、なかなかね、あれだったんだよね、猛者揃いでさ。ん、俺サバゲー行ったら KD1 ぐらいはなんだかんだ取れるわけよ。初心者なんだけど、まあ 1試合1キルしてやられたぐらいの。この日は全然倒せなかった。あのね、チームの3分の1、それ以上が無線でやり取りしてるのよ。遠くの人と、チーム内で。装備もね、多分俺と忍者が一番しょぼかった。そのエアガンって箱出しっていう状態、もう買ってそのままこれ使うっていう状態なんだけど、俺たちもその状態なのね。多分箱出しでやってる人ほぼいないね。スピード感もかなり速かったし、面白かった。これ動画になってないんだ。忍者ずっと小声で助けてって言ってたんだけどね。なんか周り、あ、カメラマン雷神です。これ雷神がなんか見学で来たいって言ってたんで、ゲームには参加しないって言ってたんだけど、後半の方参加したんだけどね。これなんか櫓みたいのがあって、そこからカメラで撮ってもらってる。優しそうな人が教えてくれてそうな雰囲気がある。何を喋ってるのかすごく気になりますね。靴が白い。そこまでやるんだったら靴も黒くせえ。ヘッドショット残り3分です。ああ、でもこういう瞬間がね、サバゲーは一番楽しいわけよ。その見知らぬ人と連携を取りつつ、その突っ込む瞬間、やられてもね、この連携力って、連携した感じがね、うわっと上がるんだよね。被弾を受けて第1回終わりだ。これ1試合目でした。こっから俺の主観かな。その頭にその GoPro をつけてやってみました。残念ながらマジでこの日はね、全くキルできなくて。キルシーンとかあんのかな。すごいでしょ、このダッシュなんですよ。俺もそこそこ速く走ってる。普通のダッシュと違うからね。装備をつけてのあのダッシュだからね。全然追いつけないわけよ。飛びませんか。見ないっすね。ああ、そこヒットする。どんどん俺は独り言言ってくタイプなの。知らない人ともコミュニケーションバカバカ取ってくタイプ。何回かやってみて思ったんだけど、サバゲってね、他の人も連携を取りたがってる。コミュニケーションを取りたがってるから。それで多分、俺も楽しいし、相手も楽しいし。25番の裏に1人。25番、了解。了解の声、一丁前なの。了解。まだ残ってるで、これは、フィールド的に、25番裏方向、なんて言うんだろう、2面あるわけよ。くっついてんだけど、人が少ないときはその2面を、真ん中仕切って1面にするみたいなフィールドなのね。で、この日は2面、人数が多かったから、2面どっちも使ってんだけど、端っこ同士で出たとするとね、その境を越えらんないのよ。あの木のさ、なんかポコってあるじゃん。2個ポコポコって。あれが境なわけ。カーテンみたいなのがあるでしょ。あそこを越えられないの。あそこはもうど真ん中。あそこを越えたらもう敵まみれみたいな感じ。あそこを越えるのに勇気がいるんだよね。
前出てみたいな。はい、行きます。はい、25番壁行きます。行きます。これでみんなでさ、この時はもう俺来てんよね。俺来てんでガーッて上がるわけよ。で真ん中を越えたわけ。ある程度俺起点にして前線が上げられたんだけど、あーこれキルできてないのか。うわー惜しい。そうだ、これさあれだ、俺だけ一人だけ前に行ってたから、二人いるね。後ろの人に敵だと思われて、確かあれだった、フレンドリーファイアだった。すいませんね、ちょっと。かなり時間が飛んでます。もうちょっと Vlog 撮るってことに慣れてないので、もうさっきのが2試合目、3試合目なんだけど、もうこれは午後の3時ぐらいというわけで。そんなに撮れ高もなく。でもやってて楽しいから。もうこの疲れよ。目がしょぼしょぼしてるしな。雷神もゲームに参加してて、もう結構疲れてるね。午後から雷神もゲームに参加しました。何を撮ってるんだって。はい、忍者さん。はい。結果どうでしたか。ちょっと待って。もう笑って割ってるやん、マスクの奥。嘘。いや、ゼロだ。ゼロかよ。ゼロだよ。丸じゃん。じゃあこの日すごい楽しみにサバゲーをしてて、エアロバイクとか乗って準備してきたんだけど、まあ今日このゲームした時間が計6時間ぐらいなんだけど、その日ゼロキルでした。3です。ゼロ3。俺が言うて4、5キルかな。めっちゃ少ないっていうのがさ、初心者にとって難しい。俺も難しい。それはそれはしょうがない。目標が見当たんないけど、なんかピンって当たってピッと。誰も難しいからいいんじゃん。可愛いけど見た目いかついな。見た目確かに形はこの今日着てるやつで一番やん。このうちでも今日何級？ゼロ級。はい、というわけでね、まあ、片付けてみんなで帰りました。まあサバゲフィールなんてこうやってど田舎ですね。でその後みんなでサウナに行って、まあ俺の地元だね、錦糸町まで帰ってね、サウナみんなで入ってご飯を食べてから帰りました。いやー、こう見てみると撮るのは下手くそ。なんかね、時間が飛んでると Vlog 感がない。なんか断片的っていうのかな、こういうのって。まあ1本目出すことが大切だと思うんで、まあ今後もまあなんか外出る回数がちょくちょく増えてきてるので、うん、出していこうかなと思ってます。ありがとうございました。サバゲーとかでした。バイバーイ。